気まずい部屋に支援が揺らめく。まあなんつが世話になりました。はいはい、お大事に。その翻訳ってさ、仕事なの？まあな。まさかお前が会社辞めて自動車の翻訳を仕事にしてるとは思わなかった。これは昔世話になった人から頼まれたからやってるだけで、俺の本業は出版翻訳じゃなくて、こっち試験のドキュメントに薬の承認申請書類、アメリカの医療関連会社の文書の翻訳もな。医療翻訳か。そう。意外だな、今頃どっかの営業でトップになってるか起業でもしてんのかと思ってた。何でもよかったんだよ、在宅でできる仕事なら。え？お前はその様子だと現役 MR ではなさそうだな。寒いからやめろ。だいたい38にもなってやからにお持ち帰りされるってどういう。ああ、うるせえうるせえ、もう帰るわ。駅まで送るか？マップで見て帰るからいい。うん、じゃあお気をつけて。まだ酔ってんのか？ちげえし、なんかに引っかかったんだよ。ああ悪い、放ったままにしてたスロープだ、捨てなきゃな。じゃあな。うん？左行って突き当たってまた左。すかしやがった。しかしまさかあのくじの家で一夜を明かす日が来るとは。なんだかでかい家だった、庭もあったし、しかも都内の高級住宅街。いる。会社にいた頃からそうだった。同じ仕事で同じ年、比べられるのは多少仕方ないと思うけど。すげえな、今月のトップは東かよ。やったな。いやいや。残念だったな、くじ。今月は惜しくも2位か。いや、東くんにはかなわないよ。彼は知識も豊富でプレゼンもうまいしね。そんなこと言って翌月ダントツ売り上げ。さすが。おめでとう。本当に嫌なやつだ。なのに何であの夜は。わかんねえ。ただいま。あ、作太郎帰ってきた。もう外泊するならちゃんと連絡してよ。ごめん姉ちゃん。ひでえ一日だったな。でもああいう感じ久しぶりだったな。さくちゃん、ご飯だよ。うん。
いいね。またいつもの生活に戻っても、もう縁のない高ぶりを少し引きずった。途中にぶっ倒れられても困るから、一応連絡先教えとけ。面倒。何？今から来い。は？いきなりなんだ。何の用だよ。頼みたいことがあるんだよ。それが人に物を頼む態度かよ。そうだな、失礼した。頼みたいことがあるからうちまで来てくれないか。お、すな。ああ、まあどうせ暇なんだろ。一言多いぞボケ。治験薬概要書を機械翻訳にかけるバイト。入力と出力した文書の手直し、いくら AI が進化しても完璧な訳にはまだ遠いしな。出力された訳文と原文を見比べて比較チェックしてほしいんだ。ポストエディターみたいなことか。機械翻訳使ったことは？まあ多少大昔だけど。でもさすがにここまでの専門性は。ツールに単語リストは登録してあるし、あと PMDA のサイトで検索できる。新人研修時に頭に叩き込んだ MR テキストの内容まだ覚えてんだろ。こんくらいお前ならできるだろ。まあ手伝ってやってもいいけど。期待してる。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録してくれたらいいことあるかも。いいことってなんだ。いいことだよ。くじは俺にどんないいことしてほしい？それはまた後で。次も見に来てくれよな。